どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ、青森県に来ておりまして、今泊まってるホテルが青森センターホテルさん、まあ、こちら、今回2泊3日するんですけれども、昨日青森に到着しまして、でホテルいろいろと食べたり飲んだり、この動画から青森県にしかない飲食店を紹介していこうと。いいよ。で記念すべき1店舗目が、これはさ一番リクエストが多かったよね。いやめっちゃありました。味噌カレー牛乳ラーメン、どんなラーメンなんだと。いや本当そうですね。もう青森では結構ソウルフードになってるらしくて、でここの青森センターホテルからもうすぐそこなんですよ。お店の名前が大西さんだっけ。あ、そうです。ちなみに正式名称がね、味の札幌大西さんなんだけど、なんで札幌ってついてんのに青森なのっていう話で、この大西さんの店主の師匠にあたる方が札幌出身らしいんだよね。でその師匠が札幌味噌ラーメンを青森でも広めていきたいということでここで始めたそうなんだけども、なので味の札幌っていう名前がついてると。あ、そういうことなんです。じゃあなんで味噌カレー牛乳ラーメンなのっていう話なんだけど、昭和50年代に中高生の間でいろんな味の組み合わせでラーメンを注文するのが流行ったそうです。その中で生まれたのが味噌とカレーと牛乳の組み合わせ、なので味噌カレーラーメンが誕生して今に至る。でこの国道沿いを、ま、ずっと歩いていきまして、ここの交差点を左に曲がるのかな。あとさ、コンビニを思い出したけど、青森でしかないさコンビニグルメとかあったらいいよね。ああ確かにいいっすね。それも食べてみたいけど、ご当地グルメ的な。そうありました、ありました、あれだ。で撮影の許可取るときにね、お店の方に電話しまして、心よくね OK いただきまして、調理風景もよかったらよろしいでしょうかって聞いたら OK いただきました。で他にもね、納豆ラーメンとか梅ラーメンっていうのもあるんだよね。ここではあんま聞かないです。全然聞いたことないまあただこのカレー牛乳ラーメンがまあ一番ね人気だという。ということで店内入ってきまして、まあ、カウンター席もありまして、あと座敷と入り口の横にテーブル席があると、アットホームな感じですかね。親しみやすい感じがあります。時間の流れがゆっくりの感じのラーメン屋さんというか、うん、すぐそこにさ結構でかいいい空気清浄機も置いてあったりとか、であとこういうほらビニールシートも感染予防対策はちゃんとされてると。でメニューなんだけど、味噌カレー牛乳ラーメン、これがまあ一番人気。メニューがチャーシュー麺、コーンラーメン、納豆ラーメン、梅ラーメン、ピリ辛ネギ味噌ラーメン、これもね人気らしいです。で1日20食限定になってます。で他にはね、味噌、塩、醤油、普通のカレーラーメンっていうのもある。で味噌カレーラーメン、これ牛乳が入ってないやつもあるんだね。でバターラーメン、味噌バターラーメン、牛乳ラーメンで味噌牛乳ラーメンで、一番人気が味噌カレー牛乳ラーメンと。で他にもね、お子様ラーメンっていうのがあったり、トッピングはこんな感じになってます。じゃあ、 あの味噌カレー牛乳ラーメン一つと1日20食限定の、もうないですか。あ、もう完売ですか。おい、もう大人気ですね。人気っすね。うわすごい。ゆっちこれ食べようと思ったんだよね。あ、そうですね、うん、僕梅にします。梅ラーメン塩、はい、売り切れだって。うわやっぱ人気っすね。ピリ辛ネギ味噌ラーメン、これはさ俺らの代わりにね食べに行ける方いたらぜひました。ダメですよ。マスクしてても貫通してます。カレーのいい香りがね。味噌カレー牛乳ラーメン、こちら。もう初めての出会い。で、初めてのビジュアル。もうね、イメージは、まあ、若干湧くは湧くんだけど、まあ、これ合わさったらね、どうなんだろうっていう。で、ゆっちーは梅ラーメンなんだけど、ちょっとこれ具だくさんじゃない。盛り盛りですよね。すごいな。で、これ梅は見当たらないんだけど、調理風景さっき撮らせてもらって、はいはい、下に入ってるんですよね梅が。あ、これ下に入ってんだ。そうなんですよ。あーなるほど。じゃあちょっとやってみたら分かんないこれね。そうですね、ちょっとひっくり返して、ひっくり返してね。で、お店のご厚意で鶏皿をね、2ついただきました。少しね、シェアをして
食べようかなと思います。まずとスープからいただきます。これはうまいじゃない。何ですか、喧嘩しないですかこれ。全然喧嘩してないね。そうなんですね。すごい仲いい。うん、3人ともね、手と手を取り合って俺の舌をね、まろやかに包んでくれてるね。人みたいなんですね。うん、ひときわ際立つのがこのカレーのね、香りと、あとスパイシーな感じで、味噌のコクと牛乳のこのまろやかなクリーミーさね。麺が、これ俺の大好きなこれ、縮れの卵麺じゃない。ああ、ほんとこれ札幌味噌ラーメンって感じだね。うん、いや、うまそうだな。麺のね、コシもいいしね、縮れがさ、スープ運んで、もやしもね、シャキシャキで。この辺はちょっと味噌ラーメンだよね、もやしとわかめと。で、これにバターを乗ってて、トッピングにこれ氷ともいいかもしれないな。あ、そうですね、確かに。いや、でこうやってさ、青森のソウルフードがね、今回うちらが泊まってるあのセンターホテルからさ、もう歩いて3分ぐらいですよ。めっちゃ近いっすよ。結構青森駅前でいろいろ楽しめますよね。お店が集中してるからね。バターをね、うわ、これバターなんか溶かしちゃったらまた、うん、うん、おいしい。いただきます。どう、スープ。うわさっぱりなんですけど、うん、はいはい、ちゃんと梅を感じて、うん、梅だけに梅です。先に俺が封印しとくわ。ちょっと待ってください。この後にちょうど言おうと思ったら、ね、まあ、いつもレパートリー少ないから先に俺が言っとくわ。あと食べてていいからさ、味噌カレー牛乳ラーメン少しこちらで。あ、いいですか、うん、どう、麺か、うまっ。さっぱりレベルが10段階あったりしたら、これ何ぐらいなんですか。いや、もう 9.5 ぐらいです。あ、これそんだけさっぱりしてるね。めちゃめちゃさっぱりしてる、うん、で、麺は多分同じ麺かな。同じ麺ですね、うん、で、もやしとメンマとわかめ、そうそう、チャーシューは同じ具材は一緒です、うん、ね、あとなんかちょっとこれほら、葉っぱみたいなの入ってるじゃん、これしそじゃない、しそじゃない、梅しそだろ。あ、しそですね、これ僕より先に見つけないでくださいよ。見つけない、見えてんじゃん。あ、そっか。この梅のラーメン、ほんとさっぱりなんで、うん、締めにもいいと思うんですけど、うん、夏の暑い時期、そうだね、これもうほんと食欲ない時でもスルスルいけますね、うん、まあ今うちらが来てるのが6月、今日20日だよね、うん、だから今こっち梅雨だけど、梅雨明けたらね、青森も暑いと思うからね。どうぞどうぞ。あ、あれどうぞ、そっち置いて。いや、ちょっとこれ楽しみだな。いただきます。いやね、あー、喧嘩してないんですよ、本当に。すごいっすね、これ。あとね、これね、牛乳してないんだよね。どういうことですか、牛乳独特な臭みというか、あー、ちょっと牛乳寄りなのかなと思ったんだけど、そういう感じではないね。あとこの味噌カレー牛乳スープがさ、ついつい間挟みたくなっちゃうんだよね。面白いことに、後半が、味噌の方が味を濃く感じるんだよね。不思議なラーメンですね、これ。これ梅ラーメンも一瞬でいっちゃいましたね。早いな。このスープなんか、ね、ご飯入れてなんかお茶漬けみたいにして食べたいですね。塩と梅のスープもご飯に似合うの。ご飯絶対これ合いますよ。なるほど。ということでございまして、たくさんの視聴者さんからリクエストいただきましてありがとうございました。中毒性があって何日かしたらまた思い出しちゃう味ですね。で、カレーの香り、コクで、後半味噌の深みというか味噌の味わいが強く感じてきて、で、牛乳はね、そんなに強くはないですね。ここにトッピングでコーンを入れたりとか、ご飯をね、別で頼んで食べてみてもいいと思います。まあ、今回食べようかなと思ったんですけど、これはちょっと僕別でまた食べる用事がありましてご飯はちょっといっぱいいたんですけど、ぜひ青森に来たら食べに来てみてはいかがでしょうか。次も海鮮丼じゃないですか。次は海鮮丼でございます。食べログで見たんですけど、結構デカ盛りなんですよ、うん、皆まで言うな。あ、まだこれネタバレするだろう。交互期待。青森県来たらマグロ食べたいじゃない。到着しました、鶴亀屋食堂さん。マグロカレー、こちら結構量多いですよ。このボリューム見てください。ジャダン、すごいよ。乗せすぎでしょう。うわ、これ綺麗な色合いしてるわ。これはすげえぞ。鶴亀屋食堂さんのウニ歴代1位です。マジですか。あ、すいません、サービスいただいちゃいました。刺しがすごいよ、これもうお肉みたいじゃないね。そしてこっちですよ、ウニ。そうなんですよ、これこれすごいよ、このロケーション。やば、これ